It's your boy Kuta Soup saying God, and welcome back to Warriors of Roachy 4. We just had our encounter with Zeus, and now we got these cats right here, Kiyomasa, Hideyoshi, and Li Dion, and we finna go to war. Let's get to it. God puts it. Lengongunwa Nantoka Zeusu o Shirizoketa. Karewa Tada Oyo ni Warai, Yuzen to Sugata o Kesu. Kekkyoku. この異界の謎もゼウスの真意も不明のままだった。そんな中アースガルズの神ロキが動き出す。さらにオリンポスのアレスも連合軍の領地に侵攻を開始。神々の無慈悲な攻撃が人間に襲いかかる。連合軍はすぐさま防衛体制を取った。果たして彼らに神の強撃を跳ねのける秘策はあるのか。なんとか敵の到着前に城の防備を固められたな。あとは総大将の信長を守りつつ神と喧嘩してやりゃいいんだよな。そう簡単にはいくまい。アレス、ロキ、二勢力を同時に相手にするのだぞ。勝手な行動はくれぐれも慎むように。うん、この戦に勝つには我らが協力し合わねば。たく、家庭ことばっかり言いやがって。ベンレ、アレス軍とロキ軍が到着しました。キッドの子、そう、地獄の幕開け。I got you to defeat Ares and Loki.信長はあの中か。アレスたちには構わず迅速に信長を狙おう。信長は俺たちが仕留める。アースガルジの神などに先を越されるなよ。どちらも信長を狙う。家康、三成、世を守る。アレスとロキは協力するつもりはない。こちらとしては好都合ですよ。一番が共倒れになってくれることだが、今は守りを固めつつ敵の様子を伺うといかず。家康のやつ、ここに来て様子見かよ。志望どうだ。神は俺だけで討ち取ってやるぜ。乱れた規律はすぐに正さない。突出した部隊がいるようだが、我らの指示を無視したのか。俺が信長殿を守ることが最優先。いつなり殿、ここは力を合わせようぞ。張り切るのは結構だ。ご自身の身も守られる。我らが敗れた信長様もお守りできる。ガンガン出ませんさ。おや、一気に殿ではありませんか。こんなに固執するとは、あなたにしては珍しい。戦端を開くつもりはなかった。完全の敵を見逃しては将として示しがつかん。万有だったか。この程度で信長は満たされる。勝手な行動は慎め、厳罰に処されたい。うるせえ野郎だな。敵を倒せばそれでいいだろうな。
ためにいつも抑えきれない怒りがある。それは人間に対してか、それとも黙れ、余計なことを言うそうだな、黙っていてし、今は散りゆく美しさなど私には不要、またお会いしましょう。私に刃を向ける気か。そうひどい、申し訳ございません。今は敵同士上互角を想定とは違うが、悪くない。全軍、この勢いに乗り、アレス軍を攻めよ。お前、面白い武器を使うな。俺様によこそ。まあ、あなたも覚悟お好きなのですか。これは渡せませんが、ぜひ一曲、お聞かせしましょう。カジバ泥棒がいるようだ。その最中ではあるが、見過ごせぬ。ユキ、何をしているのだ。アレス軍を攻めるように言ったはずだが、おそらく見逃せない機密違反があったのでしょう。とはいえ、それで自身が勝手に動かれても困るが。いえいえ、三つの、この乱れた戦場がウヌラの望みか。決してそのようなことは。乱戦状態は我が軍には不利ゆえ。そうですね、もはや様子にはならない。どちらの軍人も門を閉め、守りが固めている。ザフルムは無理だ。まあ、俺を楽しませる奴がいれば。無茶はするなよ。鬼神も来るか。そうね、もう一人戦いを好む本物の神が、お互いの存在を知らせる。面白いことになるかもしれない。武器一つ任を頼む。戦いを避けつつ、呂布をアレス軍の本陣まで誘導して。承知した。任とあらば厳粛に遂行するのみ。新呂布よ、この右分足が相手となろう。俺を知っていて戦いを挑んだ。すぐに消してやる。武器には他の敵に襲われたらまずい。剣を引き継いだ。皆の規範となるようこれからも精進せよ。この剣の剣を信長は満たされる。おお、やるじゃねえか。その調子で攻めやがれ。命が惜しけりゃ獲物を置いてきな。やむを得ません。私がお相手いたしましょう。おお、俺の前に立つか。いい度胸。俺を煽ったくせに逃げ回る。所詮は奴もただのネズミというさ。時代のため今は引きます。確か鬼神とか呼ばれている男だ。人間の分際で生意気な。本物の神の力、貴様に見せてやろう。
天下取りだ。逃げ回るネズミよりは手応えがありそう。いいだろう、俺と戦え。強め、うん、任務は遂行した。敵前逃亡の汚名をかぶることになった。作戦は成功だ。これでアレスを撃つことができる。ようやく、ようやく力道に追いつきましたな。一人で先に行ってしまうとは。やはや父上は信長とは戦っていないようだ。では我らがその任を果たそう。味方は出払った。俺が迎撃に向かいましょう。ああ承知した。本陣はお任せあれ。三河武士の粘りましお見せしよう。皆の規範となるようこれからも精進せよ。奴ならこの程度の功は当然ない。信長は満たさんでおらおらまだまだ暴れ足りねえぜ。味方は私と違う無能ばかりだ。なぜあの男のいいようにさせている。砦を守る敵がじれている様子。観音殿を向かわせれば。あるいは観音殿、あの砦の敵をおびき出していただきたい。無能など汚き言葉で挑発してもらえぬか。どういう作戦かよくわからねえが。いいぜ、任せとけ。一筋縄ではいかんか。さすがは呂布軍といったところか。砦に着くまで観音殿を援護せねばな。貴様の相手鬼神の娘が務めよう。覚悟しろ。呂布軍の勢いが勝っている。このままでは三成殿は。まあよかった、間に合ったみたいですね。我らが戦艦の人の子を救うべくやってきた。が、どうやら我らが出るまでもなかったようだね。人の子は戦局を有利に進めているね。ならば我らは向かってくる敵にだけ対処しよう。やるじゃねえか。その調子で攻めやがる。おめえ結構やるじゃねえか。ただの堅物じゃなかったんだな。ガンガン行く。戦闘中に無駄口を叩くな。私もお前の腕だけは認めよう。すぐ楽にしてあげる。三成将軍、見事な働きだったようだな。このような貨幣でよくぞ状況を覆した。お前俺のことを知っているのか。もっと早く火星に来たかったのですが、とりあえず今は目の前の敵を倒しましょうか。尾形だ。はい。それはわずかな気の緩みも許されない。もっと厄介な状況になっているかと思った。今人の子らの活躍でどうにか阻めているようだね。ですが我らも加わる方が良さそうです。オーディンが本気を出せば人間だけではとても。また賑やかな日々になるな。この勉強は厳粛に受け止めねばならぬ。
世界にいるのか。そうさ、乱世の勧誘か。なぜだか懐かしき日々よ。その金、もらい行け。いざ。実に素晴らしい。飛行だからこそ私の期待に応えられるのだ。すごいの出したよ。私の力、思い知らせてやるよ。おお、うまくいったか。砦の書を破り、その先へ進むとしよう。私こそ英才の誉れ高き少式だ。その記憶に刻みつけておく。私の経歴に傷をつけたな。は許さん。予定より早く紹介がやられてしまった。仕方がない。私一人で何とかしよう。 Oh my god, what is that?私が終わらせてやる。この手の極意は信長は満たさない。次に会う時までその命預けよう。一方の大将は滅したか。もう一方のホフレ、やつならこの程度の方は当然だ。
は天下無双だ。よっしゃ、逆らう相手を間違えたな。その浅はかさ、後悔させてやろう。刈り取ってやる。ビーストをつかせた。だと。Fucking beast。この屈辱、永遠に忘れんぞ。信長を狙う敵は消えた。得体の知れぬものは残っている。安心しろ、人の子らよ。我らは戦界の住人、貴公らの力になるべくこの世界に降り立った者。つまり、ジョカたちの仲間だ。何か有益な情報があれば教えてもらいたい。無論、そのつもりだ、三成将軍。信長の活躍のおかげで道が開き、ここへ来ることができました。感謝します。私は神王、そして太公望だ。今後は貴公たちに知恵と力を貸してやろう。よろしく頼む。早速知っていることを教えよう。そう焦るな。全知全能の私といえど、オリュンポスの主神の考えを読むことはさすがに難しい。だが彼の娘のアテナ、息子のアレスについて多少のことはわかる。まずアテナはオリュンポスで戦略を司る女神だ。真面目で父の信頼も厚く、知遇ともに優れている。そしてアレスはゼウスと制裁ヘラの間に生まれた嫡男、戦の神だが、これがクセモノでな。高貴な生まれゆえに絶大な自信を持ち、他の神も人も下に見る傲慢な男だ。ゼウスも奴の性格を危ぶんでいるようだな。フン。奴が鼻持ちならない男であることは確か。説得も真意を聞き出すも奴からは不可能。やはりゼウスに当たってみるしかあるまい。ところで四天童子を見ませんでしたか。いえ、存じません。どのようなお方ですかな。とても大柄で燃えるような赤い髪の鬼です。背にはとても大きな瓢箪を背負っていて。そんな目立つやつなら見てりゃわかるはずだよな。全く覚えがねえぜ。そうですか。私たちより先に融合に巻き込まれたはずですが、一体どこに。全ては全能たる我が手中にある。私の力が必要ならば行くしかありませんね。これこそ私の求めていた力よ。
かぐや殿、驚いた顔してどうなさったのですか。奇妙な気配を察したのだろう、小生も。そして私にも感じられた恐ろしく強大な存在の気が。気な臭いね。また新しい神でも出てきたのかい。それを探るためにもまずは調査せねばな。諸君にも協力を頼みたい。わかった。私たちにできることなら。この妙な胸騒ぎ、自分の考えが当たってほしくないと思ったのは初めてかもしれぬな。A great shine. Alright, y'all, and that's gonna do it for this episode of Warriors of Roshi. Hit that thumbs up, subscribe, comment, share. We gonna greet at y'all another time. Peace.